3位西武をゲーム差1で追っています。4位のロッテは楽天と対戦。ここ2試合でわずか3安打と頻打にあえぐロッテは1回、3番の清田ヒットで、はい、レフトへタイムリーヒット。22イニングスぶりに得点を挙げて同点とすると、4番クルーズも続いて2対1とロッテがリードします。その後もヒットを重ねて17安打10得点のロッテ、西武に食らいつきます。その3位西武は3回、チャンスで2番の渡辺直人、センターへの先制タイムリーを口火にこの回一挙4点を奪います。さらに西武は8回、シーズン200安打を達成している1番の秋山、歴代単独6位となるシーズン203本目のヒットはダメ押しのタイムリー、西武は連敗を5でストップしました。ソフトバンクは満塁のチャンスで6番の松田が2点タイムリーツーベース、松田は自己記録更新となる91打点目、ソフトバンクが2位日本ハムに快勝しました。続いてはセリーグ、4位の広島は2対2の同点で迎えた7回、チャンスに2番の菊池、ショートの横を破るタイムリーが決勝点、広島は連敗を3でストップしました。1ゲーム差の首位攻防戦、2位阪神先発藤浪に対し首位を走るヤクルトは1対1で迎えた4回、この回先頭の雄平、甘く入った変化球を右中間スタンドへ、ヤクルトが勝ち越しに成功します。ところがその裏、阪神の5番ゴメスに ソロホームランを打たれて同点に追いつかれます。それでもヤクルトは7回、ワンアウト1塁2塁のチャンスに3番の山田、ヤクルトは首位をキープ、敗れた阪神は自力優勝が消滅しました。逆転優勝へ首位との差を詰めたい3位の巨人は4回、先頭の片岡が変化球をうまくレフトに運んで出塁すると、ツーアウト3塁となって5番の長堂、レフトオーバーのタイムリーツーベースで先制します。直後の5回、チャンスに再び片岡、9号スリーランで勝負あり、中日を寄せ付けず巨人が快勝しました。一方この試合が引退試合となった中日の小笠原、2011年の巨人時代に2000本安打を達成した男の現役最後の試合、古巣巨人を相手に第2打席には全力疾走で内野安打、通算2120本目のヒットを放ちました。迎えた最後の打席でも小笠原はフルスイング、プロ生活19年、多くのファンを魅了した男を最後は両チームの選手が胴上げをしました。なかなかそういう経験をできる人間はいないと思うので、本当に幸せ者だと思います。